ポーランド南西部の町。人口は2004年の時点で33,278人。ドルヌイシロンスク県に属し、ズゴジェレツ群の中心地である。ズゴジェレツ基礎自治体には入らず、超自体で一つの都市型自治体を形成する。内瀬川に面する。1945年までズゴジェレツとゲルリッツは一つの町として歴史を共有してきた。 町の建設年代はよくわかっていない。初めて歴史上に登場した1071年には、ゲルリッツはゴーリックというラウジッツ地方の小さな村だったが、その後間もなくボヘミア地方に入った。13世紀に少しずつ町になっていった。ビア・レギアと呼ばれる交易路が通っていたため繁栄し、数世紀にわたってゲルリッツはバウチェン、 カメンツ、ラウバン、レバウ、ツィッタウと共に6都市同盟の一翼を成した。ポーランド南部の町、ゴルリツェは、ポーランド王カジミエシュ三世地下で、東方植民末期の1354年に、ゲルリッツからやってきたドイツ人入植者によって建設された。30年戦争中の1635年、ゲルリッツを含むてラウジッツ地方は、ザクセン公国領となった。 さらにナポレオン戦争後の1815年に開かれたウィーン会議でプロイセン王国に入り、1945年までラウジッツ州に属した。第二次世界大戦後にポーランドイコール東ドイツの国境線として策定されたオーデルナイセ線により、ナイセ側にあったゲルリッツは二国に分断された。ドイツ側はゲルリッツのままだったが、ポーランド側はズゴジェレツと地名を変更。 ドイツ系住民は逃れたが、その代わりポーランド人とギリシャ人がやってきた。1948年の初め、ギリシャ内戦で生まれた共産パルチザンなどの1万人のギリシャ難民がポーランドに逃れたが、彼らは主にズゴジェに入植した。ギリシャ人の学校や老人ホームが設けられ、工場もギリシャ人を公平に雇用した。 彼ら避難民の大半は後々本国に帰還したが一部は未だと待っている。1999年からは毎年国際ギリシャカ要塞が開かれている。1950年には町のコミュニティセンターにおいてポーランドと東ドイツの間でズゴジェレツ条約が調印された。百八十九年の共産体制崩壊後、ズゴジェレツとゲルリッツは 政治的結びつきを強化している。第二次大戦中に、ドイツ部隊によって爆破された内政川に架かる二つの橋も再建され、橋を通っていたバスも運行を再開した。年に一度、双方の議会が合同議会を開く。2006年には2010年度の欧州文化首都に共同で立候補したが、エッセンに赤敗した。男子バスケットボールチームのトゥルフズ・ゴジェレツが、 本拠地としている。ありがとうございます。